主体的海軍武力の独創的な発展の方向付けをし、その実現のための戦いを引き続き強力に導いている敬愛する金正恩総書記の正しい指導によって、海軍武力の強化の偉大な新時代が到来していることをはっきりと誇り示す戦略兵器の実験が行われました。死者は主体的海軍武力の急速な発展ぶりを誇り示し、諸村の海軍武力強化の展望を確信できるようにする契機となります。国家核抑止力の作用交換を多角的に拡大強化していくべきだという金正恩総書記の戦略武力の建設路線は、海軍の核武装化を加速させながら計画的に中心的に実行されています。金正恩総書記は1月28日の午前、党中央委員会の各書記、海軍司令官、その他の指導幹部たちとともに、新しく開発された潜水艦発射戦略巡航ミサイルプルファサル4やプルファサル331型の試射を指導しました。各巡航ミサイルは7421秒7445秒の間、漁村東海上空で飛行して島の目標を命中打撃しました。死者は周辺国家の安全にいかなる影響も及ぼさず、地域の情勢とは全く無関係に行われました。敬愛する金正恩総書記は実験の結果に大きな満足の意を表しました。金正恩総書記は、目下情勢と展望的に存在する脅威は、我々が海上主権を防衛するための努力により拍車をかけることを求めているとし、強力な海軍建設を目標としている我が党の軍の近代化の計画達成において、今日のような戦略的意義のある成果が連発的に起こるべきだと述べました。金正恩総書記は、海軍の核武装化は差し迫った時代の課題であり、国家の戦略核戦力の建設の中核的要求だということについて再び明らかにし、海軍核武装化の実現と国家核抑止力の作用交換を多角的に拡大していく上で提起される重要課題を与えました。敬愛する金正恩総書記は、この日、舰船の建造を具体的に調べました。敬愛する金正恩総書記は、舰船とその他の新型艦船の建造に関連する問題を協議し、関係部門が遂行すべき当面の課題と国家的な対策案を明らかにして、その実行の方途についての重要な結論を出しました。歴史的な漁村労働党中央委員会第8期第19回政治局拡大会議で確定され、明示された千葉産業発展の変革的な戦略を徹底的に完璧に実行するための手腕が積極化される中、地方発展 20×10 の非常設中央推進委員会が正式に活動に着手しました。敬愛する金正恩総書記は、諸村労働党中央委員会第8期第19回政治局拡大会議で、党の地方発展 20×10 の政策を強力に推進するためにという綱領となる結合を述べました。地方発展 20×10 の政策は、諸村で今年から10年間毎年20個の市郡に近代的な地場産業工場を建てることです。諸村労働党中央委員会政治局拡大会議の決定に従って、諸村労働党中央委員会政治局常務委員会員である党中央委員会張永恩組織担当書記が非常設中央推進委員会の活動を責任を取って指導しています。幕長部内閣府副総理兼国家計画委員会委員長、諸村労働党中央委員会陳春チョル書記、党中央委員会組織指導部のリー・ヒヨン第一副部長など、党中央委員会と各省中央機関の人たちが非常設中央推進委員会に組み込まれています。中央推進委員会は、党中央の地方発展の政策に立脚して新しく建てられる地場産業工場に対する設計と施工など、
工事のはかどり具合と権利要件の造成を統一的に掌握し指導することになります。敬愛する金正恩総書記が歴史的な党中央委員会第8期第19回政治局拡大会議で示した綱領となる課題の実行へと、党員と人民、人民軍軍人皆を力強く呼び起こす直感宣伝物が全国各地に集中的に掲示されました。平壌市をはじめ各道市郡所在地と工場企業農業などに掲示されたスローガンと標語ポスターは、移民移転移民先進を革命的な党風普遍の存在方式とする偉大な統治中央の主眼通りに、地方振興の新しい歴史、地方発展の新時代を切り開くため勢いづいている女村人民をさらに大いに励ましています。人民経済の各部門で成果が収められています。平壌カバン工場では工場の技術力を強めて生産での懸案を解決し、品質向上にも力を入れています。ポンファセトロン繊維生産工場では原料の供給を優先させ、従業員の技術力難度を引き続き高める一方、品質向上のための競争熱風を巻き起こしています。これとともに工程別の検査と品質監督システムをより徹底させ、生産の最初の工程から最終の出荷に至るまで品質を科学的に管理しています。党中央委員会第8期第9回総会の決定にのっとり、採掘工業部門の多くのところで倒産に励んで1月の人民経済計画を繰り上げて達成する成果を収めました。運輸交番では18日まで1月の生産計画を達成しました。鉱山では合理的な削減の方法を積極的に取り入れ、線香の配置を疑似的に行って、鉱体あたりの発破回数を以前よりはるかに増やし、鉱車の利用率を高めて鉱物生産で連日高い実績を記録しています。プンニョン鉱山でも集団的技術革新運動を活発に展開して、計画達成で実質的な前進をもたらしました。昨年収められた成果に基づいて、生産活性化のための革新的で具体的な目標を掲げた釜山青年鉱山とオイル鉱山で、鉱物生産を増やす能率的な作業方法を積極的に活用して1月の計画を超過達成しました。ポトンガンバッタリー工場の労働者と技術者も自らの科学技術力を引き続き増大させて毎日の計画を達成しました。キャガン道と南浦市の青年が社会主義建設の重要部門に志願しました。社会主義建設の重要部門に志願した青年の祝う集いが現地でそれぞれ行われました。集いで発言した人たちは、敬愛する金正恩総書記の指導に忠実に従って党中央委員会第8期第9回総会の決定実行のための今の総進軍で愛国青年の気概を十二分に誇り示す決意のほどを述べました。地元の幹部と青年たちに熱く見送られ、志願者たちは素晴らしい職場に立ちました。朝鮮中央通信社が宇宙空間を脅かす犯罪者と題した論評を出しました。論評は、アメリカは宇宙開発分野でも共和国に危害を加えるための悪宣伝に熱を上げている。先日アメリカ国防総省の次官補はアメリカ議会上院軍事委員会の聴聞会に提出した文書回答なるもので、共和国をはじめ複数の国がアメリカに脅威になる宇宙活動をする主な行為者というレッテルを勝手に貼り付けて無様に振る舞った。さらに共和国について外国の衛星通信を妨害する意図と思われなることを見せた。宇宙プログラムがより大きな類型の悪い行動と結びつくなら、故意であれそうでないにせよアメリカの宇宙戦力によって脅威になりうるなどという途方もない意義をあった。これまでアメリカは共和国の平和な宇宙開発について国連安保理の決議違反という紋切り型の片口で共和国を押し潰そうとの自分の悪巧みを強弁してきたが、
共和国が偵察衛星保有といった宇宙産業建設の目標達成のための初歩を踏み出すや、妬み腹渡がちぎれるようで、今のような醜悪で稚拙な謀略の手札にしがみつくのである。これには共和国の正常な宇宙活動まで犯罪呼ばわりすることにより、世界的な競争の舞台となっている宇宙開発分野で共和国を排除しようとの悪い心が潜んでいる。宇宙空間を濁している犯罪行為について問いただすなら、アメリカから遮断されて叱るべきだ。宇宙空間に自分だけの作戦領域を公然と定めて、攻撃的な兵器を研究し開発して宇宙基地に配備し、攻撃と防御のための軍事演習と技術の実験をするかと思えば、宇宙同盟といった小さな兵を見漏らして、宇宙分野での軍備統制の過程をいちいち阻害するのはまさにアメリカだ。共和国の初の偵察衛星万里鏡1号は、長期間続いているアメリカをはじめ敵対勢力の侵略的行為に対応して、国と人民の安全を守るために決行した自主的決断の所産である。アメリカがいかなる濡れ衣を着せようと、共和国の宇宙産業の建設は国際法による普遍的な権利によって国家発展の合法則的要求に即して計画通りに推進されるだろうし、近いうちに万里鏡2号と3号、4号が出現するというのは既成の事実である。主権国の堂々たる宇宙開発の権利を行使し、無限大の宇宙を征服しようとの朝鮮人民の悲願を骨抜きにしようというのは、宇宙での独占的地位を引き続き維持しようとのアメリカの浅はかな手札に過ぎないと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は新ヨンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。関心を持ったのは、ヨヘンサン医療機器工場は諸村の医療機器工業のモデル工場です。50数年の歴史を誇るこの工場は1909年、2020年10月にリニューアルされました。人民が充実した医療ケアを受けるようにと常々心を砕く敬愛する金正恩総書記は何度も工場を訪れました。1907年、2018年の4月、現地に出てリニューアル工事の詳しい方向付けをし、翌年10月は移り変わった工場を見てすっかり垢抜けしたと言って大いに喜びました。工場を見るとき、総書記が深い関心を持ったことがあります。総書記は長時間をかけて医療機器の試作品を一つ一つ作動させ、その性能を念入りに把握しました。それは工場の製品が人民に便利で良質なものなのか確認するためでした。保健省医療機器工業管理局のパク・キドン課長のお話です。오늘 工場에 입고들은 자기들이 생산한 고시제품들이 그만하면 괜찮은 수준이라고 생각합니다. 그것이 工場の人たちは 試作品の質にある程度自信がありました。 工場で生産した 診察用ベッドとケアユニットに 自ら座ってみた総書記は、 スポンジがちょっと硬い感じがする、 特に歯の治療を受けるときは 長時間頭を反らして座っているので、頭部の支えを柔らかく作るべきだと教えました。そして人民の生命の保護増進に切実に求められる医療機器を多く作るのも重要だが、何よりも良質のものを作るべきだ。これはすなわち人民に対する観点の問題だと年頃に言いました。金正恩総書記の崇高な意にのっとり、工場の従業員は良質な製品をより多く生産するため励んでいます。関心を持ったのは、交代してお話ししました。医者の幸せとは、先月医学研究院の放射線医学研究所の李俊徳所長に、
チョン行きの徳村第一という町に住む一人の女性から感謝の手紙が届けられました。李先生はただうちの母の命だけを蘇らせただけでなく家庭の幸せも取り戻してくれました。家族皆の名で心から感謝します。李さんはがんの治療の進んだ方法を研究して臨床に導入する過程に難病を患っている多くの女性の健康を回復させました。李俊旭室長のお話です。방사능가격본다는건두가지여부가반드시있어야합니다방사선그리고방사선기학療法を適用するには放射線と放射線増感剤という2つの要素が必要ですが、原理的に見ますと、まず放射線増感剤を患者に注入します。その次は人体に入った薬物が腫瘍組織に蓄積され残っている状態で放射線に当たれば、放射線が直接的に幹細胞を打撃するというわけです。このように2つの強力作用を利用する方式が放射線力学療法です。放射線による治療は手術、薬物療法とともに癌性疾病の基本的治療方法です。放射線の治療で肝心要は治療の効果を最大限高めるとともに人体の他の部位に及ぼす放射線の被害を極力減らすことです。李さんは癌が転移し手術の不可能な患者にとって放射線による治療が合理的だということを認め、臨床に導入する研究を進んで受けもしました。難病を患っている女性に性の活力を与える一面で模擬手術と実験を重ねる過程に女村の女性の体質に合うがんの治療方法を完成して臨床に成功裏に導入しました。これだけでなく放射線増感剤を開発してがんの治療方法の効能と放射線の治療を受ける患者の全般的な生命指標を高める展望も開きました。家庭ではつましやかな妻、視力深い母親になって夫と息子、娘のために全て尽くす女性の顔に一点の限りでもあれば家庭の幸せ、社会の明るい姿について考えられない。こうした思いで難病の治療の研究に知恵と情熱の感度を尽くしたので李俊旭室長は治療の効果を10割以上に上げるという成果を収めました。李さんには健康を取り戻した女性たちから感謝の手紙がたびたび届いています。そのたびに医者の本人を全うしたとの思いで、また一家庭の幸せを守ったとの誇りで限りない幸福感に包まれる李俊旭室長です。医者の幸せとは広大してお話ししました。